三予平野の北部三豊市は香川県西部にある市。県内では高松市、丸亀市に次いで3番目に人口の多い都市である。市役所の所在する高瀬地区の空中写真。2015年9月11日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域は 香川県を南北に縦断する。北は瀬戸内海に面し、南は佐野木山脈で徳島県三好市と県境を接する。県内で隣接する自治体は東側が田土津町、禅通寺市、琴平町、万能町、西側が観音寺市である。気候は瀬戸内海式気候で温暖である。北部は潮出山や妙見山をいただく。 省内半島が北西に向かって突き出すように伸びる。高瀬川流域や沿岸地域である。中部では水戸与平野が広がる盆地にあり、高速道路や国道が通る。埼玉川と高瀬川双方の河川流域を持つ高瀬地区が例である。鉄道は北部の沿岸から中部の水戸与平野を通過する。東側は大麻山や増頭山、 琴平山で中山地方に接する。南部では、佐ぬ山脈があり、埼玉流域を中心とする地域である。観音寺市にも近い。愛媛に向かう交通だけでなく、徳島県を経て、高知県に連絡する国道や、鉄道も走る。古くから製塩業が盛んであったが、近代以降は、臨海部の港湾、工業開発に取り組み、たく港を中心とした。 臨海工業ゾーンを創出している。一方、湘南半島や沖合の当初部部では、従来の女中菊に代わり、マーガレット等の夏季園芸や自然と気候を生かした観光、レジャーに力を注いでいる。西日本有数のニオマリーナを有している。農業が最大の産業である。ブドウみかん、桃など、フルーツ王国味と用キャッチフレーズに農産物のブランド化を図っている。 香川県最大の茶の産地で、高瀬茶が有名である。他にはレタス、玉ねぎ、ビワ、ベなどが採れる。農業と観光を融合させ、地域振興を図る取り組みが行われている。良好な漁港に恵まれ、漁業も盛んである。拓馬港では、港湾産業の誘致に成功し、臨海工業地帯を形成している。1970年に、 香川県で3番目の貿易港に指定されている。拓馬町にキャンパスを持つ香川高等専門学校と連携した工業、情報技術開発や人工知能 AI 技術の応用も期待されている。これらの中、南部の内陸の工業団地では科学メディカル系の割合が比較的高い。主な商業施設として夢タウンミトヨがある。南部の道の駅だからだの里埼玉には 山直販売や温泉、宿泊施設もあり、観光客が市内でも多い。また、北西部沿岸にある、父母け浜への来訪客も増加している。グリーンツーリズム等の観光振興が課題でもある。マラソン大会や、ロードレースなどスポーツとグリーンツーリズムを融合したイベントも実施され、市のイメージの向上にも努めている。また、緑ヶ丘総合運動公園サッカー場は、 J リーグチームのかまたまでさぬきの練習拠点となっている。市内高瀬町にはさぬき免機が運営する全日本面総合技術研修センターがあり、香川県から委託された唯一の公的なさぬきうどん学校があり、全国または海外からの研修生も多い。これがさぬきうどんの聖地を見とよが称する根拠になっており、うどんあんぎゃをはじめ、 うどん関連観光も盛り上げられている。四国八十八カ所令場として太鼓寺、本山寺、伊谷,谷寺がある。竜宮城公衆弁所に尾地区の一部では、ひな祭りは行われず、発作の日にひな人形が共に飾られる。これは、戦国時代、に尾城が落城した日が、陰歴三月三日であったことからと言われる。すべて私立である。高速道路一般国道剣道市でさん。 河島津島神社本殿国宝、本山寺香川洋水記念公園不動の滝カントリーパーク全域が0875、郵便局館郵便局。ありがとうございます。